こんにちは、みなみです。今日の動画は私のスマホの中身を紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、まずロック画面から紹介するんですけど、真っ白の画面にミニオンをポンポンポンと入れて自分で作ったやつなんですけど、この作ったアプリも中に入ってるので後で紹介します。開くとこのホーム画面の画像がこのね、しろまるちゃんです、大吉って書いてある。で、分け方は種類が同じっていうのかな。例えば SNS とか写真とかカメラとかっていう感じで分けています。で、一番使うこの SNS をまず紹介したいと思います。 SNS はミクチャとミックスチャンネルとインスタグラムとミュージカリーとツイッターです。で、 TikTok はこの右下にあります。一番使うので、なのでもう携帯開いたら右下ポチって押す癖がありますで、写真カメラって書いてあるんですけど、ここは例えばスノーとか、スノーの一番好きなスタンプ紹介します。よく使うのはこのキュウリのパックとか、これねすごい好きです。こうやって口開けるとキュウリが目にねくるんですよ。こんな感じで撮れます。で、あとね、もう一個お気に入りの子はこのなんていうの、猫タヌキかな、この尻尾がここにあって可愛いですよ。で、ここが結構使う画像の加工をするときに使うんですけど、 LINE カメラは画像を加工したりする文字とか入れられるんですけど、そういうのに使って歌詞動画っていう動画があるんですけど、自分で作る、それに使うアプリがここに入ってます。で、他の画像加工で一番使うのがこのPixArt、これです。これは文字が自分で書けるんですよ、画像に。それで歌詞動画とかを、例えば誕生日とか友達とかに作ったりする動画をこれでよく使ってます。で、そのさっきのロック画面もこのPixArtで作りました。いろいろ加工ができるので皆さんぜひアプリ取ってみてください。なんだろうな、これいろいろ入ってるんですけど、右上の再生ボタンのやつなんですけど、これは動画をスローにできるやつなんですけど、で、便利は便利なものだね、単純に便利なアプリが入っています。例えば Google とか、あとはマップ、 Google マップとかあります。で、お買い物っていうのはこれで買ったりはしないんですけど、楽天とか Amazon とか WeGo とか自分で見て楽しむみたいな感じで、暇つぶし WeGo で服を探したりしています。で、このゲームがね一番あります。一番やるゲームはですね、この右下のカラーロードです。これ撮ってる人多いんじゃないかなと思います。次はミニオンラッシュ、これねすごい楽しいんですよ。なんかこの設定、日本語があるんですけど、なんか違う国の名前になってしまいました。ミニオンはバナナが好きなんですよ。なのでこうね、バナナを取って、このなんていうの、壁とかを避けながらこう進んでいくゲームです。こんな感じで。で、このミュージックは LINE の音楽を決める時とかに、選ぶ時とかにこの LINE ミュージックを使って、でこのミュージックボックスは普通に自分の好きな音楽とかを聴いたりする時に使っています。ちなみに私の好きな曲はこれです。光。この光っていう曲は Good Doctor の主題歌です。これすごいいい歌でよく聴きます。で、下のねこの4つはよく使うやつなんですけど、電話と YouTube と LINE と TikTok です。でね、この後ろの背景がものすごくお気に入りです。この子かわいいでしょ。こんな感じですかね。はい、私のスマホの中身はこんな感じでした。またおすすめのアプリとかあったら教えてくれると嬉しいです。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。